いどうも、ご安全に。性感溶接職人カジチャンネルのカジです。今回は鉄をティグ溶接する時の注意点から始まって、実際に溶接する時に気をつけなければならないところやコツを中心に解説し、最後はトーチの操作方法、ストリンガービードの置き方までをご紹介します。第3回まで来てやっとアークを出す感じになってきましたが、皆さん飽きていませんか？いや、ティグ溶接って本当に奥が深いんですよ。なるべく噛み砕いて解説していますので、最後までご視聴ください。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。鉄をティグ溶接する場合は、黒皮と呼ばれる酸化膜をグラインダーなどで除去する必要があります。黒皮がついている鋼材は熱間加工された鋼材です。黒皮がついたままティグ溶接をすることも可能ですが、溶接はとてもしにくいですし、カットなどの欠陥も発生しやすくなります。この動画では欠陥らしい欠陥はありませんが、黒皮のついたまま溶接した方はビードの際に不純物がついているのが確認できます。溶接の強度的にも黒皮を除去して溶接したものに比べると大幅に下がるそうです。カットの欠陥の絵が欲しかったので、黒皮のついた鉄を墨肉溶接しました。墨肉ビードの下側の際がへこんでカットになっていますね。もちろんカットにならないように溶接することも可能ではあるのですが、どうでもいい溶接でないのであれば、必ず黒皮を除去してからティグ溶接するようにしましょう。冷間加工された鋼材は磨き材と言われ、黒皮がないので溶接するのにはいいですが、少し高価な材料になります。ちなみにステンレスも溶接した裏側など酸化している箇所をティグ溶接すると溶接しにくくなります。そういった場合は焼けた部分をワイヤーブラシなどで磨くなどしておきましょう。傷が NG な場合、私はスコッチブライトでこすって焼けを取っています。そうすることでスムーズにティグ溶接ができます。ではトーチを持ってアークを出していきます。初心者の方はまず棒を持たずにトーチを持ち、スイッチを押してアークを出してみましょう。クレーターありに設定してあると思いますので、まずはスイッチを押しっぱなしにしてスタート電流のアークを出します。スタート電流を母材が溶けない10アンペアくらいに設定して、狙いを定めてからスイッチを離します。すると本電流になり、溶融プールができます。初心者の方はこの動画のように棒は持たずに、板に書いた線に沿ってトーチを動かしてアークになれるといいと思います。トーチを進めてもトーチの角度が変わらないように注意し、母材とタングステンの距離が一定になるように動かしましょう。このように棒を入れずに溶接することをなめ付け溶接や友付け溶接といい、立派な溶接方法の一つです。トーチに慣れたら溶接棒を入れてみましょう。横から溶接棒を入れるのではなく、溶接方向から入れると入れやすいと思います。溶接棒を入れる場所ですが、アークに入れるのではなく、溶融プールと呼ばれる母材が溶けている前部分に入れます。悪い例としては、この動画のように溶接棒をアークに入れてしまうと、溶接棒が先に溶けてしまってうまく溶融プールに入れることができません。しっかり溶融プールの前部分に入れるようにしましょう。初心者の方はまず仮付けをしっかりできるようになりましょう。仮付けとは本溶接をするために仮に形を作るための溶接で、点溶接をする溶接のことです。仮付けにも
棒を入れないなめ漬けの場合があります。私は薄板でこのなめ漬けの仮漬けをよく使いますが、少しでも隙間があるとひっついてくれないので、できるだけ密着させて隙間のない状態にする必要があります。薄板など仮付け箇所が多い場合などは、設定でスポット溶接 0.5 秒以下にして仮付けをするとスイッチミスもありませんし、効率的だと思います。もう一つ言えることは、なめ付けで仮付けをする場合は本溶接の電流より少し高めに設定して短時間で仮付けをしましょう。低い電流でなめ付けをすると少し隙間がある場合などは入熱ばかり多くなってなかなかひっついてくれません。動画では9ミリのステンレスの隙間が少し空いている品物にいろいろな電流でなめ付けをしています。一番高い電流の150アンペアでのなめ付けはアークの出ている時間が少ないので入熱も少なく効率的だと思います。では溶接棒を入れる仮付けの解説に移ります。焦って母材が溶ける前に溶接棒を入れると団子のような仮付けになりがちです。本溶接した時にせっかくの仮付けが外れてしまっては困りますよね。溶融プールができたのを確認してから溶接棒を入れましょう。本溶接は見方を変えると仮付けの連続と言えます。仮付けがうまくできないと本溶接もできないので、焦らず溶融プールに棒を差し込んでしっかり仮付けできるようになりましょう。本溶接を始める前に溶接の始点から終点まで無理なく溶接できるのか、腕の固定位置は良いのか、体勢はなど簡単でいいのでシミュレーションをするようにしましょう。パワーケーブルなどが引っかかって邪魔になる時もありますので、そのあたりも注意です。また溶接したばかりの箇所にケーブルが当たらないよう配慮して、当たりそうなところには木の板を置くなどしてケーブルを保護してあげましょう。もしケーブルに穴が開いてしまった場合などは、ナンバー33の動画ティグ水冷式パワーケーブルの修理と構造解説を見てもらえれば直せる場合もあるかもしれませんので、視聴してみてください。本溶接の棒を入れるタイミングですが、最初のうちはこの動画のように溶接棒を入れて進む、入れて進むをゆっくり繰り返すことで比較的うまく溶接できると思います。溶接棒を入れるときはトーチを止めて溶接棒に集中、進んでいるときはトーチに集中して進める、この動作を繰り返し溶接して感覚をつかみましょう。タングステンが母材に当たってしまって溶接がうまくできないって人は、動画のようにノズルを使って溶接すればタングステンのタッチが少なくなると思います。ノズルを使った溶接はティグ溶接が上達した後も欠かせない技術です。墨肉などは特にノズルの使い方で楽に綺麗に溶接できるようになります。ティグ溶接はトーチの操作によってビードの形は変わります。主にストリンガー、ウィービング、ローリングの3つに分けられます。今回はストリンガーについて解説し、他の2つは次回に解説しますのでご了承ください。ストリンガーとは糸や弦といった意味で、ストリンガービードとはウィービングなどをせず直線上に置いたビードのことを言います。ストレートビードとも言います。まずはシミュレーションをしてスタート。カメラの位置の関係で溶接棒が横から入っていますが、本来なら前方から溶接棒を入れると入れやすいです。初心者の方などはここから始めると思いますが、この溶接方法で綺麗に溶接することははっきり言ってめっちゃくちゃむずいです。ごまかしが効かないのでなかなか綺麗に溶接することはできません。母材の溶け方、
進む距離、入れる溶接棒の量、間隔を常に同じにする必要があります。薄板ではストリンガービードで溶接することが多いですね。墨肉でもストリンガービードを置くことができます。こちらは平の溶接に比べるとやりやすいと思いますが、墨肉はローリングでの溶接方法の方が圧倒的に楽だと思います。こちらは次回の動画で紹介します。はい、どうでしたか？ティグ溶接の機械は私が若い頃、2、30年前から基本的な性能は変わっていません。とってもシンプルな溶接方法で、職人の腕が試される技術だと思います。知れば知るほど、経験すればするほど奥が深いと実感します。さあ、次回は最終回の予定です。皆さんお待ちかね。ウィービングとローリングの解説をします。お楽しみに。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。